乃木坂46山下美月が22年度後期放送予定の次期 NHK 連続テレビ小説舞い上がれイレギュラー出演することが12日明らかになった。同局が発表した乃木坂46現役メンバーの朝ドラ出演は初めて。同ドラマは90年代から現代の設定で、ものづくりの街として知られる東大阪市と長崎の五島列島を舞台に、福原遥演じるヒロインの岩倉舞が飛ぶ夢に向かって歩む姿を描く。山下は16年9月乃木坂46の3期生オーディションに合格。グループトップクラスの人気メンバーで、18年日々これ口実、20年映像圏には手を出すななどの映画や、昨年4月期の TBSK 聞かざる恋には理由があってなどのドラマなど多数の作品に出演。昨年10月期のテレビ東京系ドラマじゃない方の彼女では魔性系女子大生を好演し話題となった。